お前ここシャンプーとボディーソープどっちで洗ってんの？大老の楽しみこれくらいしかねえわ。マイクロチップでオフサイド判定できるらしいな。あなたは地球人なのに、飛び抜けた力を持っている。しかも、まだ眠っている力が終わりになる。グループステージを大ぶっ壊す。どの現場にも持ってきてしまう、見送り監督はじめ。抽選で1名様にプレゼント。就任してからの4年間、退任の話が出るたびに、真剣な眼差しで、無言でこれをやってくる。これは、森保監督を表した図です。B には何が入る？前髪。名前のカッツー。どうしたん？話聞こか？ま、ピル飲めばなんとかなるやろ。ワイが夜のバロンドーラーって言ってた理由、わかったやろ？雨降るよ。何度見てもパラソルを支えてる原理がわからん。一斉のでゼロ。4年後も任せて。グッドボタンと高評価よろしく。ご視聴ありがとうございました。